今日はひな祭りの日ですよね。そうです。ひな祭りっていうのは、うん、日本のドールス祭りです。そうだね、ドールフェスティバル、うん、という祭りになってます、うん、でこの祭りはどういう習慣で始まったんですか、うん、女の子の健康とか成長を願うお祭り、うん、で今感じてるのはお祝いされている、うん、本当の意味って感じてる、本当に成長とか、うん、女性がパワーがあるっていうのは日本で感じてますか。日本人女性の成長は社会進出、社会に出るっていう意味では、まあ、昔よりは共働き、旦那さんと奥さんと2人で働く家庭も増えてる、ちょっとは成長してると思います。でも結局女の人の方がその自己犠牲を払ってるように私は感じてます。でなかなか足りてないのは心の中でなんか足りてないところがありますよね、うん、あります女性の子供がいる家族はすごく大きな形で、うん、あの何それ、いろんな人形が揃えてる、うん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 、並んでる、あの何かを準備してる、それはどういう何かそれがひな人形。あで高いでしょ。それは高いと思う。日本の伝統的なその人形だから、うん、手作りだと思う。それを家で飾る家庭もあるし、街中でも飾ってるとこはあると思います。子供の時、うん、経験した。それはそうね、家に飾ってくれたりとか、その時に特別な料理が出るんですけど、なんかちらし寿司とか、具はいろいろあるんだけど、ちらし寿司ってなんかひな祭りは特にそのエビとかレンコンとかを使うみたいで、エビはその曲がってるか、こうやってなってるの分かる、うん、それはなんか腰が曲がるまで長生きするようにっていう意味が込められてる。なるほど。そうで、レンコンってあの穴が開いてる野菜なんだけど、うんうん、それも確かいい未来が来るようにみたいな意味があったと思います、うんうん、なるほどね。そういうのとか、縁起のいいものが入った、うん、入ってるなんか混ぜご飯みたいなのを食べます。なるほどです、うん、分かりました。すごい勉強になりましたこういうあのロジックでこの年行の祭りがお祝いされてるのか知らなかったです、うん、じゃあ今はお祝いしてる、うん、あんまり、うん、どっちかというとやっぱ子供の時のお祭りなので、うん、もう大きくなっちゃったんで私は。そうだね、今はなんかね、お菓子、 お米みたいなひなあられっていうお菓子が売られてるんだけど、この時期、うん、それをちょっと食べたりするぐらいかな、うんうんうん、はい、はい、じゃあ最後にひな祭り、うん、今日ですよね。そう、今日ひな祭り、今日ひな祭りなので一緒にお祝いしましょう。イエーイ。